毎度、腰チューブだ。ね、ええー。まあちょっと、祭日にサバゲ行ったりとかしてしまったもんで、ちょっとサバゲ動画ばっかしになるのも、まあまあどうかなと思うんで、ちょっと無理やり、えー、ね、部屋の動画をかましたいと思います。はい。お馴染み M16 シリーズってことだね。まあこの M16A1 ですけど、 どこの M16A1 ですかってことだね。え a、ー、ウェイテックです。WE と書いて、なぜかウェイテックと読むっていうね。まあ、あってたと思います。えー、まあ、ガスブローバックですよね。うん、よいしょ。かつやね。チャーンってね。ね。えー、現在、不調中です。<laughs> 要要整備ですね何があかんかったんやったっけなまあなんてことないような気もするんですけどまあまあウェイテックのガスブローのいいところはまあ唯一 M16 ねナムセンの M16 シリーズをえー、まあ常に買えるガスブローバックエアガンじゃないですか まあこの間 DNA の XM16E1 とか買いましたけど、値段全然違うのと、常には売ってないですよね。限定生産みたいな感じなんで。いつ市場からなくなってね、買えなくなっても、いつでもあるってもんじゃないかな、やっぱり DNA はね。まあ比較的いつでもあるって感じです。ただし問題点もいろいろあります。作動面の問題はね、まあ比較的いい方ちゃうかなと思います。 うーん100点かって言われるとね、ちょっとあれなんですけど。まあ DNA の x m 1 6 a 1まあ16シリーズですよね。まあ作動面も結構いいのかなっていうのもあるんでね。あれなんですけど。問題はね、再現度の問題です。基本的には、ウェテックの M16 シリーズ。まあ、この A1、A1 u でもね、もともとチューリップハイダーついてと思います。 ほとんど A1 の外装なのになぜかチューリップハイダーだけ付いてるってやつやね。ベトナム感出したかったんですかね。それと XM177E2 の2種類。まあ、その 177E2 も一応持ってるんですけど、こいつより調子悪いです。<laughs> で、外観的なね、えっ、ー、とね、ダメなところは確かね、もうね、忘れちゃいましたけど、も前からこのスタイルストックがまず長いです。 A2 のストック、A2、まあ、A3? とか、その辺のやつと同じストック本体にパッドプレートだけ、こんな無線の頃の A1 の形のパッドがついてるみたいなね。で、バレル周りもちょっとイマイチでした。えー、っとね、ブルーバレルになってて、ここはフロントサイトから先は、このね、えー ローバレルになってるんですけどまあ、ハンドガード再発さへんかったらね、別にその、この辺の大きさ的なもんはね、そこまでおかしくなかったんですけど、この <laughs>、まあ、これは G&P のあのアウターに全部変えてるんですけど、まあ、G&P は G&P でね、ちょっとこのヘアライン入れすぎやないう感じはあるんですけど、かといってね、何にもないのもちょっともう一つみたいなね。 で、このバレル、ハイダーの付け根ら辺でね、ちょっと太く、微妙に、緩く太くなってるんですよねで。そういうちょっと造形も何も、あの、イテックはないんで、アウターバレルは変えたいかなーっていうかねうん、また紹介してへんやつで言うと、クラシックアーミーの16とかね。あの辺のやつも、似たような感じなんですよね。 クラシックアミはフロントサイトも M4 でした。まあシーマとかね、あの辺のやつもそうなんですけど。で、結局リアルに行こうと思うとね、大概この G&P のアウターを使わなきゃダメなんですよ。で、こいつは、もともと G&P というかね、ウェイテックはウェイテックのアウターしか付かないんですよね。基本的には。でもなぜかね、ウエスタンアームズ互換のアタッチメントが売ってるんですよね。それを、 フレームの根、ね、元にかますとね、ウエスターアームズ用のアウターが使えます。だからこれ、これはね、あれだな。TO くんからネットで買った、ボンバーの M16K1 のアウターやったんちゃうかな。かフロントサイトはさ、これ、ウェイテックのノーマルやったんちゃうかな。な。まあ、あとはね、 時間はどうかなまだ5分か。ほな、まだまだ喋れるな。えっ、ー、と、こいつ自身は、ストック、マジモンです。でも、ストックだけちゃうかな。グリップは作ったやつやし、ハンドガードはノーマルやったんちゃうかな。ボンバーかな。ボンバーというか、G、G&P やね。G&P のやつは、アッセンブリーで全部組んだんやったっけな。 よよわからんようなって思う,だうなんかこのフロントサイドの G&P な、ね、気がするな。うん。ね。<laughs> で、ハイダーも G&P です。ハイダーはね、このバードゲージ、この A1 のハイダーはね、G&P が一番あの再現できてます。これは DNA よりいいです。どこが DNA よりいいかっていうとね、このマズルのこの前から見た時のテーパー具合ですよね。 DNA の、A、この A1 ハイダーはね、なぜかこのテーパーが緩いというかね、中が広い。まあ、無用に広い。うん。9ミ、mm、リ用ででも作ったんかなーっていう気がしなくもないです。まあ、わかんないですけどね。あとはまう、そえな。まあそう、ね、まあ、と、まあ、グ,グリップはね、これ、こうやって見るとちょっとね、よいしょ。色がちょっとはげてます。中谷さんすいません。 えー、なんで、ね、ベース色グレーやねんって言うとね、このグリップは本物を複製して作った、えー、オシしチューブオリジナルグリップです。<laughs> ね、昔ちょっと、一昔前にちょっと凝ってた時期があって、シリコンで型取りして、まあ、キャストで成形するっていうやつですね。でまあこのグリップ まあ実物のっていうかね、この16のグリップの大きさが結構作りやすかったから、その、とりあえず試しに作ってみるにはいいかなと思って、やってみたんですよね。で、思いのほかまあまあうまいこと言ったんやけど、こいつは色だし失敗したやつです。<laughs> 成功したやつ組んどけよだけどね、人に揺すれへんなっていうのもあって <laughs>、まあね、色塗り直すぐらい全部自分で色塗り直せるんで、まあまあ別に。 これ自分で作ったやつやなっていうんで、別にこのままでええかな、みたいなね。あと、あとね、ウェイテックのシリーズのもう一つの特徴としては、フレームに刻印入ってないです。でここはやっぱりちょっとネックなんちゃうかなっていうところあるんですけど、こいつは刻印入りです。よいしょ。わかるかなね。刻印入りフレームが売られてたんですよね。だから、 部品で組んだやつだと思います、これね。縁点かどっかね。まあ、あの、え問、ー、屋ですかね。輸入問屋みたいなとこが、ま、あ、扱ってたんですよね。まあ、どこで、どこで国員売っとんねん、みたいな感じもしますけど。ま、あ、最初っから、売っといてくれりゃええんやけど、ウェイテックは、まあ、あんまり国印入れないよっていうメーカーなんでね。 なんなとこが、まあ、内部はね結構もうパーツ組んじゃったんじゃないかなよいしょよいしょ、うん、ハンマーもなんか怪しいスチールハンマーに変わってます、うん、プラのローラーボルトキャリアもえー、ところはあるよなラテックのボルトキャリアちゃうかなノズルもアルミ化したいね変わってます うん、N パスなんかなあ ?N パスやな。うん、まあ N パスをあんまりどうでもいいんですけど。バッこれとかノーマルなんかな、まあ、ちょっとこれも整備してまた使えるようにしんとな,なーっていうのと、もう一つ、もうちょっと、もう一喋りしとくまあ ?M16A1 ですよね。まあ 普通な無線の M16 といえば M16A1 やと思うんですよね。ここで欲しいのが XM16E1 の存在ですよね。何が違うまあ僕はどっちかというと XM16E1 が好きなんですけど。まあもうちょっとぶっちゃけて言うとどっちでもいいんですよ。どっちでもいいんですけど、スタイル的に。まあ例えば、XM16E1 で似合うスタイルの軍装 とか、M16A1 の方が似合う軍装っていうのは、そんなにないですよね。むしろこの A1 は、年代の幅が広いというか、80年代ぐらいまではこれでいけるんで、ウッドランドで LC2 装備とかでね、これ A1 持ってても、ありはありはですよね。でもまあ、チューリップハイダーになると、やっぱりナムセンの頃しかダメなのかな、みたいな。まあ、な、まあ、 まあ、ナムセンの頃でないとダメなのかなっていうか、俺ナムセンしかせえへんやんけ、いう話はね。まあそこで XM16E1 の方がいいなって僕は思うんですけど、あとはね、当時の写真ですよね。で当時の写真を見た、この、登場比率ですよね。XM16E1 と M16A1 とどっちの方が、えー、よく見る っていうとね僕の中ではね半々かなーって思うんですよね。まあ採用された年代の割には a1 が意外と多いなとか、まあ戦争末期になればなるほど写真が多いっていうのもひょっとしたらあるかもしれないです。それとね、数年前にこう興味深い個体が 発見されたんですよね。これシカゴレジメンタルスって無稼働実需売ってるお店の、えー、ホームページかなんかで見たんかな見た目は100%。まあこれと同じで <laughs> XM16E1 じゃなく M16A1 の特徴すべて揃えてる個体なんですよところがフレームの刻印には XM16E1 って入ってるんですよね XM16E1 と M16A1 の特徴的な、まあ、どこが一番違いとして特徴があるかってと、ま、まずストックですよね。ストックの蓋がゴムになって、も、ま、う、あ、ここにもあるんやけど、も倒めんどくさいんで <laughs>、えー、ゴムの蓋、初期型ゴムの蓋。XM16E1 ね。ゴムの蓋、加藤、水ベル。まあそれ、ストック本体のスタイル的にはあんま変わんないです。 でもまあ、この、スイベルの付け方が違うんでね。あの、ものも違います。パッドも接着してあるんでね。で、部品的には、ストックとハイダーなんですよね。でも、ストックとハイダーだけだとね、もう、入れ、簡単に入れ替えできるんですよね。部品、部品というかね。まあ、後ろなんか、ストックはもう、 マイナスドライバー一本で交換できるし、ハイダーもレンチというかね、まあまあまあ、物によっては毛でも緩むぐらいなんで、簡単に交換できますよね。でもフレームで交換できない部分がありますよね。M16A1 のこの特,特に XM16E1 との違いというとね、このマガジンキャッチの前のこのリブですよね。 このウェイテックのやつは、ここの形状もちょ,ちょっと微妙なんですよね。このちょっとベタっとしてるというか、上に面がついてるというかね。こういうやつもあったんかなって気もするんですけど、M4 で見たなって気もするんですよね、この形状もね。まあ、そのまま、そこの辺はご愛嬌ぐらいでいいんですけど。XM16E は、この、マガジンキャッチの周りのリブがないんですよね。まあ、それぐらいは実際どこかこいつで。これウエスタンアームズベースのやつですけどね。 でしょねここがないんですよね。この下のとこがね。これがないと装備に当たって間違えてマガジンキャッチ押しちゃったりとかするトラブルがあったんですよね。自分らでサバゲしててもこれマガジンキャッチのリブこれはないやつが古いんやいうていう嬉しがって削り落としてこうやってマガあの装備。 そういうスリングで肩からかけてると装備に当たってマガジンを落としてるみたいなね。なるほど、それでついたんかっていうね。まあ周りにこうあるんで押しにくくなりますよね。そのシカゴレジメンタルスで出てきた個体は、要はここがね、この A1 と同じようにこのディフェンスがついてたんですよね。ストックとかハイダーは、ええー、まあ、 詳しいマニアの人に言わすとですよ。例えばどっかの刻印が違うやとか、もうちょっと違いもあるのかもしれないですけど、まあフレームに関して言うと、このマガジンキャッチの周りのガードと、この根元にね、やっぱ DNA の XM16E1 がいるかな。根元にね、もう一本ピン打ってあるんですよね、フレームの。このフレームというか、このストックの付け根のところにね。これ、バッファーリテーナーの 抜け止めピン、やったかななんかそ、そんなんです。それはわざわざ、後には、なんでこれ A1 でなくなったかっていうと、ストックパイプで結局リテイナー止まるんですよね。だから、バッファー抜いても、リ、その、バッファー、リテイナーで、これバッファーがテイクダウンした時に前にポロンって出えへん。リテイナーぐらい見せれるかなよいしょ。 よい,いしょ。えー、っと、こい、こいつが前に行かへんようにするために、こっから、ョボが出てくるんですよね。ここにね。こいつですよね。こいつが、こう分解すと、今のこいつの状態やと、こっちからネジで止まっとんな、こいつ。ここはアレンジしてるかもしれないですね。確か本物は、ストックパイプのネジで、 つばが引っかかって止まるんじゃないかな。まあまあちょっとあれですけど。なぜ古いやつはね、わざわざこっち外側からピンで止ま止めてたんですよね。だからそういう大,大きな外観的な違いとしてはこの2点があったんですよね。ところが全部それが A1 と同じ状態なのに、刻こ印こだけ XM16E1 っていうね、謎の答えがあるんですよね。 まあ、XM16E1 っていう名称からしてね、そもそも試作モデルなんですよね。結果的に、まあ、ええー、後から見て言えば、M16A1 になるまでの試作モデルですよね。XM16E1 でいろいろ改良して、あ、ここもこうした方がいい、ハイダーはもうチューリップやと、この先は割れてると枝に引っかかって不要やから、 ね、バードゲージにしようとか、ストックも無駄なスペース使ってるから、昔のやつみたいに、要は14とかガーランドとかそうでしたよね。この工具、工具,入れ、ね、工具レイにしようみたいなとか、スリングなんかこうやって動くのにわざわざここでくるくる動く必要ないやろとかね。<laughs> 簡略化したり合理化したんですよね。根本的に言うと一応、まあ、細かい、例えば材質の違いとか仕上げの違いとかね。 こういうふうにした方が、あの、調子がええとか、壊れへんとかいう、あの、本物を見てない僕らには分からない違いっていうのが、ほんまはあると思うんですけど、どっちにしてもこの M16A1、e、になるための過程として生まれた XM16E1 な、やったんですよね。だから最終的に試験して、改良していくうちに、M16A1 となる前に <laughs>、 XM16E1 の名前のまんまで M16A1 になっちゃったんですよね。の形になってたんですよね。ちゅうことはですよ、写真で、ベトナム戦争の頃の写真で M16A1 と XM16E1 が半々ぐらい見るんじゃないかなっていうの僕の試験ですけどね。言うてるんですけど、ひょっとしたら A1 やと思ってても国賓まで見ると、 XM16E1 やったかもしれないですよね。まあ、写真とかで見るとね、例えば、こういう感じの写真やと、ここ見て、あ、A1 やとか、XM16E1 やとか思うんですけど、<laughs> まあこう、こんな状態やと、ハイダーしか映ってないですよね。これ、後から変えた可能性でゼロとは言えないですよね。まあ、そんなに多くはないんじゃないかなって僕も思うんですけどね。 まあ部品で買えれるとこである以上はね、あの、すべての過程を見ないと分かんないですよね。まあまあ、あのー、僕の中ではですよ。まあ昔からやってる、ね、20年、30年ぐらい前からサ、ナムセン装備とか、エアガンやってる人からすると、やっぱり、チューリップハイダーが、え、あのー、ね、 ナムセンの M16 だな、みたいな雰囲気、こう、植え付けがあるんで、まあやっぱりチューリップハイダーにしときたいな、イコール XM16E1 にしたいな、なんですよね。まあだから、チューリップハイダーでこ、のこのマガジンキャッチのリブが落ちてても別にいいと思うんですよ。チューリップハイダーじゃねえよ。バードゲージ。だからその組み合わせがね、ーつの組み合わせがあっても別にいいし、もう何やったら XM16E1 っていう、 ね、国印の答えが出てきた以上は、このスタイルの XM16E1 っていう国印のやつを作っても別にいいですよね。まあそういうやつも作ってみたいなとか思うんですけどね。まあだから俺の中では M16A1 は必要ないのか、みたいなね。え、こいつ何 <laughs> いやいやお前、お前も嫌いやないで。<laughs> ということで、後半長かったかな。すいません。 ではまあ、今回はこんな感じでではでは、またね。